子犬です。いよいよ明日保護犬ちゃんをお迎えに行きます。やったー、もう待ち遠しい、本当に待ち遠しい。ということで今から保護犬ちゃんをお迎えにあたって購入したものをご紹介していきたいと思います。まずこちら、じゃーんこれはですね、キャリーケースになります。この宇宙船みたいなリュックタイプを選びました。これいろんなカラバリがあったんですけど、この青と赤の組み合わせがなんかコカ・コーラみたいだなと思って、すっごくかわいい。でここね、脇のところをこのペローンと開けるとこのメッシュになってて空気の通りが良くなってます。反対側にはポケットもついてていい感じ、かわいい。ちなみにお名前はメル君に決定しました。2歳9ヶ月になる男の子です。で先に言っておくと男の子なのに今回買ったものがもうめちゃめちゃ女の子私の趣味全開で買ってしまいました。メル君はね男の子なんだけど、お写真を見る感じもうすっごい可愛らしいお顔、クリクリっとしたお目目、いや早く会いたいなそして2つ目の購入品がこちら。これはハーネスですね。どう？めちゃめちゃラブリーでしょ。男の子がつけるとは思えない、でも可愛いということで買ってしまったこの赤のハート柄のハーネスです。これはねラメが入っててキラキラしてます、すっごく可愛い。ちなみに小島で買いました。こっちがリードですね。はい、こんな感じで、はい、これでメル君とお散歩に行けるわけです。メル君はね毛の色が黒と白なので、これのダークブルーもあってそっちとすごく迷ったんだけど、黒の子に合うかなと思って赤を選んでみました。3つ目、じゃーん、これとってもお気に入りです。これはご飯のお皿ですね。見てこのおしゃれな模様、よく見るとねこのワンワンのお手手の模様になってます。なんて可愛らしいんでしょうか。このターコイズブルーもおしゃれ、素敵。これでご飯をもりもり食べてほしいのと、こちらこれは水飲みです。ここにペットボトルをくっつけてここペロペロして飲んでもらうっていうやつです。で見てお皿とさ色がめっちゃ合ってるんですよ。サークルも買ったんですけど、サークルは黄色なんですね。黄色とブルーが絶対合うよねっていうことでちょっとね揃えて買っちゃいました。ちなみにこんな感じでお散歩中にも飲めるよっていう商品です。でね、メル君にはね会ったことがないのでご飯とかどのくらい食べる子なのかっていうのがまだ全然わかんないんですが、写真見る感じねすっごい細かったなんだけど、健康診断はぽっちり診断を受けていてどっちなんだろうねって、ぽっちりなのかガリガリなのかお母さんとねどっちなんだろうねっていつも話してます見た感じはすっごい細いんだよね。そして、5つ目、はい、これはダイソーで買いました。ドッグフードを入れておく用のタッパーと、これはセリアで買いました。可愛すぎませんかね、このお花柄とクマちゃん、なんとも私好みなプラスチックのカップ、これでドッグフードをすくってこのお椀に注いであげるっていうものとして使おうと思って買ってきました。良いね、可愛いね。そして最後、じゃーん、こちら、これはね小島で買ったんですが、歯を健康に保ってほしいということでガムを買ってきました。ただこれアムくんもね全く同じものを噛んでるんですね。ごちゃごちゃになっちゃうかなと思いつつ、やっぱりねこの獣医師と開発ってここに惹かれてねやっぱ買っちゃいました。ベーコンフレーバーでベーコンの匂いがするらしい、うん、します。これをね、噛み噛みしてもらって歯石がつかないように健康な歯でいてもらうためにいっぱい噛んでほしいなと思います。そしてこれめっちゃ可愛いの買ったウサ
ちゃんのぬいぐるみ見て、いちごパンツ履いてる、やば、かわいすぎるこれはピーピー鳴るおもちゃなんだけど、こんな感じ、かわいい。これキャッチコピーもすごいかわいい、好き好きハグハグフレンズ。はい、メル君が寂しくないようにこのうさちゃんと遊んでほしいなと思います。遊ぼうね。ただアム君がね、あのもう本当におもちゃが大好きな子なんですよ。で絶対ジャイアンするなって思うんだけど、メル君用に一応買ってみました。多分ねアム君が遊んじゃう気がするもうアム君も本当に可愛くてね、最近会話できるようになってきたわけで、明日はいよいよメル君に会う日。お父さんに車を出してもらって、お父さんと二人でメル君をお迎えに行くんですけど、車大丈夫かなとか、緊張しちゃうよねとか、いろいろ想像を巡らせながらね、ワクワクしています。メルちゃんにいっぱいいっぱい幸せになってもらえるように、いっぱいいっぱいの愛情を込めて育ててあげたいなと思います。それでは最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。バイバーイ。